どうも、おはようございます。藤夏健でございます。さあ、今日はですね、スプリントシャウトという視聴者さんに勧められたゲームをやっていきたいと思います。ちょっとルールを見ていきましょう。あー、なるほど、虫食いでなんかこう言霊的なノリか。なるほど、単語がハマるやつを見つけようと。まあちょっとオンライン対戦行ってみます。もういきなりですけどね。4人でやるのか。なるほど、ミンハヤ的なノリですね。オッケーオッケー。さあ、シャウト、食べるでいいんじゃない。これ、あー、動詞はダメか。名詞だけ。ボール。よーし、いけたけども。あ、なるほど。1位のやつだけ1ポイントか。なるほど。いける。これは早いだろ。ちょっと、死者も早くない？めちゃくちゃ早い。しかも同じウイローで来てますね。よし、どんどん行こう。パロットっていけるかな。ちょっと打ち込むだけパロット。パチンコとスロットが合体したやついけたね。ただ意味がねえの。1位じゃないと意味がないの。2位じゃダメなんですか。ダメなんです。シシャモに負けたくない。よし、トイレット。いけた。よし。意外と入力できるね。これ、どうだ ?1 位ちゃう ?1 位ちゃう ?1 ポイント欲しい。1ポイント欲しいよ。どうだ。あ、結構時間かかってるね。はい、どうでしょう。よーし、俺しか答えられてない。よし、チャンス、まだいける。よっしゃ。よし、なんでも来い。すぐ行くぞ。生きる。生きれない。もう時間足りひん。つうか早っ。危ねえ。ナイス。ナイス。先に、もう負けるやん、これ。二人リーチ。よっしゃ。これ早いだろ。どうだ。あ、みんな答えてる。1位。よし。0.1 ぐらいしか差はなかったけども。よし、全員リーチ。ギブアップしている。死者元タイマン。よし、行く。金閣寺。どうだ。俺の早いだろ。これはまだ打ち込んでないってことだもんね。このウェイト時間は俺の勝ちだよね。どうだ。死者も思いついてないんじゃない、もしかして。5文字に弱いんじゃない、死者も。ああ、サンタゴー、うまいっすね。つか、思いついているのに、待たされたけども、勝ちました。よし、初戦勝利。いやー、これは面白いですね、このゲーム。ほんで、結構、レート上がるんですね。ランクアップまで800。今、レベル結構、だいぶ上がってますね。ああ、一勝するだけで、相当レベル上がりますね。オッケー。どんなゲームか把握できたんで、ちょっと、じゃんじゃんやっていきたいと思います。よし。ちょっと名前をね、藤夏家に設定しました。よし。おお、またシシャモがいる。卵焼きとかシシャモとか、なんか朝ごはんっぽい。インド。これ、炎インドです。これどうだ？あーつか、早っ。誰？シシャモか。こいつ早い。こいつマジつ、あー、金塊。よし。これは早いだろ、さすがに。よし。いや、死者も2位やった、ちゃんと。これ、金玉いける？ああ、ダメ。やっぱ、下ネタ単語はダメなんだな。温玉でいきましょう。もうこれダメだ。金玉分負けたわ。いい。よし、死者もじゃなければいい。よし、七子が来ている。さあ、トサキント。よし、もうポケモンで攻めましょう。トサキントでいきますよ。ああ、そうか、さっきトイレットやったな。そういや、忘れてた。まあ、トサキント強いよね。さあ、これ時間かかってるね。みんな思いついてないんじゃない？さあ、どうだ？おー、トイレット！さっき俺が打ち込んだやつをシシャモは覚えている。強いっすね。いや、学習能力もシシャモ高いっていうね。さあ、よし、来い、リーチ。金管、いや、違う。あー、トサキント！おー、2連発トサキントで。これは、どうだ？意外と早かったんちゃう？どうだろう。ここでもう勝ち切りたい。どうだ？こい。ああ、何のウェイト？何のウェイト？通信悪い？通信悪い？どうだ？ちょ、ああ、シシャモがトサキントを学んでいる。ちょっと待って、こいつ強え。マジで強え。俺より早くトサキントを打ち込むとは。ちょっとやばい。金塊。どうぞ。どう？金塊もあるよ。いや、金塊って言ったわ。よーし！よーし！
なんとか2連勝。いやいいですね、シシャモが非常に強いですね。ありがてえ。できればね、このシシャモ3連戦、あーいないっすね、いないっすね。シシャモがもういなくなりましたね。よし、普通に勝つ。金か、もう無理か。まあいいや、とりあえず入れて、おー、意外と、アメリカ早いな、アメリカか。早いっすね。司会、よし、これは早いだろ。さすがに。どうだ、よしよしよし、1ポイント。よし、これはでかいぞ。よし、来い。あー、来た、トサキントだ。これもトサキントチャンス。よし、もう最後のとはもうトサキントですね。これはもう間違いない。トサキントならすぐ打ち込める。さあ、これは勝つでしょう。どうだ、まあ。悩んどるからね。はいはい。バーモント。なるほどね。もう圧倒的でしたね。で、まあ、トサキントに関して、ああ、いいね。リーチ、藤夏剣。ああ、いいね、いいね。最高。どうだ、悲しみとかいけるんかな。あ、いけた、いけた。あ、よかった。名刺オンリーで考えると、あ、船橋、品川、ただ地名か。地名シートもいけるんだな。いや、ハエ、まな板、よく浮かぶな。やべえ、ちょっとね、上の人杖。うわぁ、これは勝ちて。もう、わからん。適当に入れてみて。あ、オッケー。よし。院外。病院の外みたいな、そんなイメージ。院外。外はなんかね、いろんなもんあり、ああ案外ね、早いね。よかった。一番上の人じゃなくてよかった。さあ、来い。行くぞ。かなへい。なんかイラストレーターでいたよね。よー、いける。ナイス。デリヘルもあるよ。なんだよ、これ。俺、風俗行きたくて仕方ねえ人に勧めろ。こんな平和なしりとり的なことをやっているのに、まあ、しりとりじゃないけど、とか言ってたら1位！よし、3連勝。とりあえず3連勝ですね。結構、レート上がってきたんじゃない？レート上がったら多分、それなりにレート高い人と当たるから、そろそろですね、まあ、クイズノックさんの、限界しりとりとかやってると、なんか1万ぐらいを境にね、めちゃくちゃ強い人と当たり始めるんで、マジで、全員レート高いですね。よし、マジで勝つぞ。よし、何でも来い。さあ、6文字、スローロリス。よし、どうだ。ああ、やっぱむずいよね。ただ杖、石が杖。かまととぶってんじゃねえ。いや、早っ。他全員早っ。ちょっと俺結構早いと思ったけど、マジか。小さい文字を活用していこう。いや、もうダントツ遅いじゃん、俺。やべ、ちょっと待って、早い。石が強いんですけど。さあ、来い。もういい。こっから逆転する。干渉。いやー、もうダントツでドベだもんな。いや、強えな。レート上がるとマジ強えな。これやっぱ経験値の差も若干出るかもしんないですね。ということでございまして、今日はスプリントシャウトというゲームを紹介させていただきました。これマジで面白いんで、これもちょこちょこなんかこの、藤夏コロシアムとかで限界しりとりに変わる競技として、まあ、4人参加できるんでね。4人、まあ、僕除くと3人ですけど、ちょっとちょこちょこで、ね、このゲーム、僕個人としてもやっていこうかなと思いますんで、皆さんもぜひともダウンロードして遊んでみていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。